コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら、はい、プレミアムバンダイから発売されましたアルティメットルミナスのキングジョー。今回はこちらを開封していきたいと思います。ここにね、究極アルティメットルミナスって書いてありますけれども、そもそも究極がアルティメットなんじゃないかだと思います。なのでアルティメットルミナスです。はい、先ほどのは輸送箱だったので実際の箱を見ていただきたいと思います。こちら、はい、出ましたね、キングジョー。はい、箱の外観はこんな感じですね。なるほど、専用 LED ユニット、の取り付け方がすでにここに記載されていると、はい、では早速こちら開封していきます。はい、箱から開封するとこのように梱包されています。ブリスター部分は頭部のところだけですね。はい、あとはプチプチ、はい、そのプチプチも取るとこのような感じで入ってますね。手パーツがそれぞれ2種類ずつありますね。でここに補助パーツ、はい、こちらの本体もプチプチを剥がすとこのように、はい、ブリスター自体がね結構特殊な形状してますね、ここに輪っかみたいになってる。これ UFO キャッチャーだったら取りやすいね。昔のアーム最強だった頃の UFO キャッチャーだったら。はい、本体を取り出しましたらこんな感じですね。いきなりポロッと外れましたが LED ユニットですね、こちらがポロッと外れました。で背中がこんな感じですね、はい、早速見ていきたいと思います。いやいいね、このシリーズはやはり出来がいいですね。アルティメットルミナス系はこのね、胸部のこのカラフルな模様再現されてますね。はい、早速腕パーツをね1種類つけてみました、こんな感じですね。ちなみにこのキングジョーっていうのはてっきりウルトラマンで出てきたかと思ったらウルトラセブンなんですよね、初登場が、しかもね完全なロボット怪獣らしいです。その登場したのが第14話ウルトラ警備隊西へ前編、第15話ウルトラ警備隊西へ後編に登場っていう感じですね。でこちらはペダン星人が作ったスーパーロボットで、体は4つに分離でき、各パーツは飛行と潜水が可能、ウルトラセブンのいかなる攻撃も全く寄せ付けない。でウルトラシリーズに登場したそれまでのロボット怪獣はどこか有機的な生命体を想像させるものであったが、このキングジョーは完全に無機質な金属ロボットであり、ウルトラマン太郎第40話で回想シーンに登場した際にもウルトラ史上初のスーパーロボットとナレーションで説明されている。はい、そんな感じだし、やっぱロボットって小さい時の憧れっていうか好きなものだよね、男の子の。このキングジョーもね、有名怪獣の一つでもありますからね。こちらもう一つの腕パーツを取り付けたいと思います。はい、もう一つはねこういう腕の上がったポージングにできますね。はい、両腕を変えるとこんな感じ、お好みのポーズで飾ってくださいということでしょうね。はい、ではこちらね LED ユニットを発光させてみたいと思います。はい、ちなみにねこの LED ユニット発
光だけじゃなく音も再現してるっていうことでね、うん、この単品でまずねちょっとスイッチ入れてみたいと思います。ここにね分かりにくいですがスイッチがあります。はい、オン。はい、というようなね感じで発光と音を繰り返します。いいですね、キングジョーのあの声っていうのかな、作動音っていうのか、はい、それがよく再現されてますね。では早速これをねキングジョーにドッキングさせて発光させたいと思います。はい、取り付けはこの向きでこうやって入れます。はい、でそうするとスイッチが上部に来ますのでこれをオンにすると、はい、っていうようにね発光します。これいいね、まずね造形がもう完璧に再現されてるし、それに加えて先ほどの音と光のギミック、いやこれはすごい。まあこれはさすがにガチャガチャでは出せないよね、うん、はい、という感じでね今回はアルティメットルミナスからキングジョーを紹介しました、まあ、とりあえずねウルトラセブンは今ないんですけれども、はい、ウルトラマンと並べるとこんな感じ、うん、こんな感じですね、うん、といった感じで今回はプレミアムバンダイから発売されましたアルティメットルミナスキングジョー、こちらを紹介させていただきました。これはファン必須のアイテムと言ってもいいでしょう。はい、ということでね最後は綺麗な背景にして回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。